物や瓦礫に比べて激しく燃えていたことから自動車が出火原因だったと加藤さんは見ています。津波に流されて車両、その車両から燃えているというのはなかなか火災調査の担当しててもですね、なかなか認識としてはあまり珍しいケースですので、ちょっとなんでなのという形はありましたね当時、はい。海水にガソリンが漏れ出したという想定の実験です。自動車の電気系統がショートすると簡単に引火します。火をつけました。海水に浸かった自動車はガソリン以外の原因でも出火することが分かってきました。名古屋市消防局で火災のメカニズムを研究している伊沢義人さんです。伊沢さんが注目したのはオルタネーター、バッテリーを充電させる発電機です。このオルタネーターをバッテリーにつないだまま仙台港で採取した海水に浸します。すると気泡が次々に発生しました。水素です。その水素を容器に集めます。火花を発生させると爆発が起こります。オルタネーターはバッテリーと接続されていますが、エンジンが止まった状態では電気は流れていません。ところが海水は電気を通しやすく、オルタネーターの内部に染み込むと電気が流れます。海水の主な成分